はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところを出さなと受けていきたいなと思います。まずは昨日ですね、第4回連盟対抗ツイッター杯開幕いたしました。第1節、各地でというか各地で、まあ各地にしましょう。はい、いろんなところでいろんなオンライン上で、はい、第1節ね、行われまして、結構盛り上がったんじゃないかなと思います。はい、結構ね、報告の方も前回の大会よりも連盟の中盛り上がってますとか、いろいろコメントいただきまして誠にありがとうございます。はい、引き続きね、第2節、また水曜日ねありますので、いい準備、皆さんしていただければと思います。はい、そんなところなんですけども週末特に報告がないなはい、特にないですね。はい、まあ昨日珍しく久しぶりにね、そういえば最近ランクマとかっていうか自分の試合の動画がないなと思って、まあWCIC 以来ないなとか、最近昔より全然出さなくなっちゃったんですけど、はい、まあちょっと久しぶりに、まあいつも今ずっとお正月超えてからずっと同じデッキで、まあロベルト入ったりとか、まあ今だとグランディオス入ったりとか、1キャラ2キャラ変わるくらいで、あんまり内容が変わらなかったんですよね。で、まあちょっとナトレーザーとか取っ手に入ったっていうのもありますし、まあ昨日の朝トークでも話したやつがあったので、普段ちょっとやらないデッキっていうところで、こういうのをちょっと記念に残してみようというのでちょっとやってみた感じですね。はい、まあランクマでもね、何試合かやったんですけど全然うまくいかない。やっぱなかなかこう、そうですね、だからいろんなキャラをパッとすぐ使える人たちはやっぱすごいんだなと思いました。はい、はい、ね、なんかいきなりこう普段使わないキャラをこう使ってみて、これ、まあ、どうしたらいいんだろうなとか思いながらやってるような感じです。はい、はい、まああとちょっと今日ランクマやってて思いましたけども、そうですね、非常に自動パスカットが増えている印象ですかね。まあデバフにしてもデバフじゃないにしても、もうやっぱりこうグランディオスが出てきて、チャービーがいて、技の岬くんがいて、たけしがいて、ナトレーザーがいて、ロベルトがいてみたいな、で後ろも、ディックがいて、石崎がいて、伊沢がいてみたいな、もうで、まあ葵くんもいてみたいな、もうなんだ、尊上そこら中自動になってしまってて、なかなかねその辺が難しい試合が多くなってきたかなとちょっと思いました。はい、もうフィールドプレイヤーの中にね 5,6 人ね自動いるのは当たり前になってきてしまっているので、まあ今後どういう風にねそこを崩していくかっていうところがまた一つ、まあね、読み合い読みがちになっていくのか、もうそのうち多分ねスタメン全員ね自動パスカット、もうヒューガ君とかにも自動パスカットつくんじゃないかなとシュナイダーとかにもね、だってサンターナにもつきましたからね。はい、もう何でもかんでも自動ついてね、もうこれ全部じゃんけんになっていくようなそんな感じもしますけど、ちょっとそれはそれでまた恐ろしいなと思いましたけどね。はい、自動多すぎ時代にねちょっと突入したかなと思います。はい、ちょっと今日は短いんですけども、この辺で終わっていきたいなと思います。残りですね、そういえば、デッキ整理してる時にちょっと思って、あ、そうだ、もう周年前だからチケット SSR チケットとか SSR チケットとか全部引いてみようっていうのでね、いっぺんにバーッと引いておりますので、どんなねデッキが今 SSR チケットから出るかとかちょっとね見てもらえればと思います。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。はい、あとそういえば今日夜の10時からですね、 WCIC のツバメさんのベスト8の試合の模様をお届けできればなと思っております。はい、勝てばベスト4というところで、ね、ツイッター杯やってますけど、今度は日本の連盟さん応援していくモードに変わってきますので、夜10時お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。それではまた。絶対に決める、よし、ここだ。腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。
気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。いけいけ。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。頑張って。俺は雲男、どんなシュートもキャッチしてみせる。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。いけ。腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。チャンスよ。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。いけ。絶対に決める。行くぞ、翼くん。絶対に俺。絶対に決める。よし、ここだ。行け。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。いけ、翼。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。絶対に決める。
よし、ここだ。いけいけ、翼。俺の目標はただ一つ、誰よりも強くなること。絶対に決める。よし、ここだ。